マリアハープ検定基礎について説明をします。マリアハープ曲集の中1から6まで分かれて22曲の曲が収録されています。まず基礎ですが、レッスン1、レッスン2のところを開いていただきます。指はピアノと一緒で1、2、3、4、この4つの指で演奏します。まず波長調のスケールですね。ラシドのところに2、3、4の指を置いて親指から上がってきます。もう一度いきます。ラシドに指を置きます。親指から B のスケールです。1本ずつ弦の上に指を置きます。1番から1番降りてきます。4、3、2、1、4、3、2、1、これがレッスン1のスケール練習です。後の2曲は指番号通りに綺麗な音でしっかり弾けるように練習してください。続いてレッスン2ですが、キラキラ星、四季の歌、ドナドナの3曲です。それぞれに指番号が書いてあるの書いてないのがありますけれども、皆さんが一番綺麗な音で弾ける指番号を考えて記入して演奏していただきたいと思います。そしてドナドナ、ドナドナだけは1小節目、2小節目、そして3小節目、4小節目の指番号がついているところは番号通りに練習してみてください。自分が弾きやすく一番綺麗な音が出る指を工夫してやってみてください。